して集められた7人ですが、1985年から2027年まで7年おきに集められています。スバル秋、2006年の心リオンだけ同じ年で正宗、風花、嬉野という順で集められています。でこの1999年だけがブランクになっていて、この年がミオ、本来はミオが来るはずだったというより、1999年の子供としてこの鏡の古城に来ていたのは狼様としてのミオだったということになります。これもう少し図式化するとこのようになります。これ他の動画見ていただいた方はお察しかもしれませんが、スズメの戸締まりの図を少し改変しています。